皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。デイビッドくんからのメールが届いておりますのでご紹介したいと思います。こちらは同じ内容を記載したウェブサイトがございます。概要欄にその URL を貼っておきますので、ぜひご覧になられてみてください。このウェブサイトは、世界に先制政治を課すというグローバリストのアジェンダに人類を目覚めさせるためのツールです。広く共有してください。 とありまますすそれでは始めます私たちは世界中で信じられないものを見ています子供が大好きだっていう愛は受け入れなければならない自然な性的思考として推進されていますこの子供大好きというのをきちんとした言葉に皆様の頭の中で置き換えてください子供を守る親はヘイターと呼ばれます子供たちは両親の同意なしに 外科的に性別を変えるように教え込まれています。性教育は同性愛教育に焦点を当てて幼稚園と一年生に押し込まれます。男性は女性のように服を着るように言われ逆もまた同様です。世界の多くの国で深刻な性的混乱が押し寄せています。毎年何百万人もの子供たちが行方不明になっていますが、捜査官は交換による 子供の人の売り買いの巨大な国際ネットワークを明らかにしています。流行り伝染病の効果的な治し方は非合法化されており、これらの方法を使って患者さんを治し命を救っているお医者さんは解雇され逮捕されることさえあります。人類の D を変更する非公開の有毒物質を含む実験的な液体が全人類に強制されています。 都市は人々の移動を自宅から15分から20分に制限することをテストしています。これらの都市には前例のない監視が導入されています。億万長者が世界経済フォーラムに集まり人類の未来を計画します。彼らの決定は彼らに利益をもたらしますが他の全ての人を貧しくします。デジタル ID は前例のない先制政治を課すことになるでしょう。 二本目、三本目、四本目と、ちくわを食べた人だけが社会に参加できるようになるからです。デジタル通貨は必要な社会的信用スコアを持っている場合のみ、人々が銀行サービスを利用できるようにします。このスコアはコンプライアンスのレベルによって決まります。日光を遮り、地球温暖化を防ぐために化学物質が空に散布されていますが、世界の主要な科学者は、 気候変動はデマであると叫んでいます。何千人もの農家が家畜を殺めることを処分することを余儀なくされている一方で、遺伝子組み換え昆虫が人類の新しい食料源として推進されています。ヨーロッパのエネルギー価格は一晩で5倍から20倍に上昇し、数えきれないほどの中小企業が倒産しました。国連とワールド EF は、 近い将来、サイボーグが全人類を支配し、AI が私たちの生活を支配するだろうと公言しています。エリート主義の億万長者は、不死、死なないということを得るために自分の心を人工キャリアに移植することに取り組んでいます。ワールド EF は24時間、 年中無休で記録される私たちの考え、感情、夢を政府がすぐに読み取るようになると公言しています。チリの大統領は国営テレビで、5G には国民に思考や感情を挿入する能力があると述べました。一体何が起こっているのでしょうか。このサイトは、世界をリードする科学者、弁護士、ジャーナリスト、宗教指導者の何人かが 自由に発言できる世界で唯一のプラットフォームです。彼らは犯罪的な金融利益集団によって展開されている極悪な計画について人類に警告しています。また、この世界的な乗っ取りを防ぎ、私たち全員にとってより良い世界を構築する方法も提供します。あなたとあなたの愛する人の命を守りましょう。NO という 何億人もの人々の世界的な運動の一部になりましょう。より良い世界の構築に取り組んでいる人々のネットワークです。